針ってね、糸と一緒でこう絶対的なものなんですよね。誰が使っても刺さる針は刺さる、で形状が良ければもっと刺さる、そういう絶対的なものなんですよね。まあ、すごくその簡単には作れないと思っていたので、ずっと昔からこういう針があったらいいな、こういう針をもっとこうしたいなっていうのを温めてきて、それがまあやっと形にできたっていう、シリーズですね。おはようございます、小森つぐい子です。今日はですね、6月の北浦、結構風が強くてかなり荒れてます。この荒れてる北浦で滑りフックを使ってバスを狙っていきたいと思います。まあ、シーズン的には今アフターなので、まあ、表層にも出てくれるし、でちょっと深いところでも食ってくれるやつがいるので、まあ、それをしっかりと狙っていければなと思います。では八幡ランドからいきます。じゃあブレンディングします。一番釣りやすいのもやっぱ天気が良くて、朝のローライトから日差しが出てくるときに一瞬シェードができ始めるじゃないですか。その時間帯がやっぱ一番釣りやすいです。日中になっちゃうとシェードにいてもやっぱり上まで向いてくれないの で、朝はやっぱりちょっと離れたりもするんですけど、それがちょっと日差しが出てきてシェードに入ろうかなとした瞬間が多分一番狙いやすいんですよね。そういうメリハリがあった方がやっぱりやりやすいとは思うんですよ。今だとこう足際にいるのかどうかすらわからないけど、増水してるんで、まあ際にいるだろうなと思います。ただ先週18センチ落とされてるわけだから、先週じゃない週頭に、そんなに上下してるかなっていうところがちょっと気になって、要は減水についていって増水についてきてない可能性も、そしたらちょっと下がっちゃってるんで、もう上向かないですよね、下がっちゃってたら。なかなかない強風の中での釣りですよね。レンタルボート屋さんなら出船停止になってるレベルですよね。入れば釣れそうですよね、こうやってね。来た、来たよ。しかしそっち釣ったらあげられないぞ。オッケー、出た。イエーイ、変なとこでかけたな。よし、まあ、岩と草が絡んでるところで来ましたね。こっち側のちょんどかかってくれたんで、岩に巻かれまくってたけど上げられました。じゃあリリースします。ありがとうね。よいしょ、言ってください。糸これもうボロボロ。これ竿 ULS ってちょっと柔らかい竿なんですけど、やっぱラインちょっと太めをつけてるので、まあ上げれたんですけど、これ柔らかくないと逆に、まあ逆に上持ってこれちゃう時もあるんですけど、柔らかいが故にああいうやり取りの中でもやっぱ外れないし、あとフッキングですよね。我慢ってきた時に、まああのしっかりとなんていうの、硬すぎると弾いちゃうのがあるんで、それを持ってかせられるのと、あとはルアーのアクション、この風の中でもネチネチしたアクションが出せるっていうのはやっぱり竿は柔らかいからだと思うんです。なのでこの竿でやっていったら、で岩巻かれても竿が柔らかいことによってちょっともうラインのギリギリまで耐えてくれる、まあ、それでキャッチできました。なんで変えるかっていうところちょっとだけポイントがあるんですけど、やっぱそのアプローチできないぐらい浅いところ今バスがいるので、そういったところにやっぱりあの遠くからアプローチできる、で沈むルアーだと引っかかっちゃったりするじゃないですか。でまあそうなると結局ポイントも潰れちゃうし、取りに行くわけにもいかないし、まあそういったところまでアプローチできるっていうのがやっぱ表層の強みですよね。で、まあ表層でもいろいろあるんですけど、このカエルは特にそのスローにアプローチできるから、ポイントを潰しにくくて何度も何度もこう通したりできるし、まあ、そこがすごくこの暴走ガエルのメリットかなと思ってますね。例えばポッパーで攻めたりとか、もっと大きいフロックで攻めたりとか、ペンシルベッドで攻めたりとかっていうこともできないくはないんですけど、浅いところって。もうそうやって魚のなんていうか勢い任せじゃないですか。それと何回か通して壊したりとかできるので、あとはトリプルクだとこういうとこ乗せられないし、乗せてからのアプローチっていうのが結構良かったりするんで、着水点を見せないでこう一回こう草に絡ませちゃってから剥がすように持ってくると、剥がれたところで出てきたりするんで、
まあ、スローに入れないところをアプローチできるっていうのは大きいですよね。バスでした。ウイジー服、口の中にガッツリ変わっちゃってますよね。ウイジーフックはガードマス張りなんですけど、そのガードが、まあ、ガードってほら、回避に寄せるか腹筋に寄せるかっていうのはちょっとあるんですけど、この VG は若干その障害物回避に寄せてるんですね。ちょっと固めのガードって思ってもらったらいいんですけど、なのでスピニングでやるときはもっといっぱい力いっぱい合わせた方がいいし、ベタでもちょっと力いっぱい合わせに行った方が腹筋が良くなります。この分ちょっと強いワイタッチで障害物を回避しやすいので、こういう沈みの周りとか沈み杭の周りとか沈んでるロープとかそういったもの、あとウェイドとかですね、そういうのは弱いタッチで綺麗に回避ができるんです。今もその岩をちょっとこう擦るように回避したらコンっていうバイトが出たんで思いっきり合わせたっていう感じです。ああいう隙間入れても岩の表面がガチガチしてるから大体マスバレだと引っかかっちゃうんですけど、そういう岩の表面にあるデコボコをガードがちょっと綺麗に回避してくれる。それを綺麗に回避してるがゆえに、そのちっちゃいバスのバイト引っかかったなと思ったらバイトなのでバイトが分かるっていう感じですね。これ多分ガードがないとバスだか岩だか分かんないうちにすぐ引っかかってロストしちゃうし、ガードが強すぎるとおそらくバスが食っても釣れないし、あれがいい。来ましたよ。イエイ。ウイジーフックバッチリフッキング。よいしょ。イエイ。ありがとう。またな、北浦さんの時に会いましょう。よし、4インチ山線香をこのマッキー掛けの VG フックで打ってたんですけど、まあ明確にバイトが出るとやっぱしっかり合わせられるんで、しっかり合わせるとしっかりかかって取れない、それがこのフックの特徴ですね。バッチリ今の、まあ、何回跳ねられても取れないですよ今嬉しいな。気に入ったの。これもいいサイズ。やっぱ木にいたのバスでしたね。よし。うん。バッチリフッキング。それではスープリーフックの各種類を一つ一つ解説していきたいと思います。この CO フックはですね、カバーの中で使うためにちょっとチャンクの太く強い針です。テキサスリグとか、今日やった暴走ガエル、それからベイトフィネスの釣りとか、そういったちょっとカバーに絡めながらとかちょっとパワーのある釣りでやっていけるように太い線形の針です。で以前ねやっぱ細い線形の針を使ってたんですけども、カバーの中で出した魚にこう曲げられてしまった経験とかがあって、こういう太いちょっと強い針を作りたいなっていうところからこの針を作りました。これが VG フックです。 V ガードのついたマス針ですね。ガード付きマス針になります。でガードマス針っていうのは、まあ、ベイトフィネスで使うことが多いんで、ベイトフィネスに対応してちょっと線形の太い、針で作ってあります。
でガードなんですが、これがですね、やはりしっかりガードをしてくれないとガードの意味がないので、ちょっと強めのガード、要はフッキングとガードとちょうど相反するものなんですが、それをどっちかというとちょっとガードに寄せているような感じの針だと思ってもらえればと思います。なので、まあそうですね、虫をつけてカバーで吊るしてもらったりとかすることもできますし、自分はベイトフィネスのネコリグ、脳進化、それが一番出番が多いかなと思ってます。4インチ山線香のワッキー掛け脳進化、まあ、それがこの北浦では結構活躍しました。まあ落としていって岩とかちょっとしたこうロープとか杭とか、そういった沈んでるものをこう微妙にかわしながら、しっかりとバイトがあった時に腹筋が決まる、まあ、そういうガードになっています。これもガード松針専用に設計したので、まあ、ちょっとそのベイトでやったりとかするために、その従来の松針よりちょっとこう形をやっぱ考えて、ガードをつけるとしたらこの形がベストだろうなっていうような形を自分で考えて作りました。なので松針にガードがついてるだけではないです。しっかりと形までガード用に考えて作っております。これがですね、スーペリオのホバストフック、 HS フックになります。ホバストするときにしっかりとワームがホールドしやすいようにワームキーパーがついていて、で形状はですね、とにかくかけるってことを重視してありますんで、とにかくかかります。ホバスト中に、バイトが出るときって、ここっていうようなちょっと鈍いバイトが出るんですよね。それを、まあ、合わせるときはこう巻き合わせるように合わせていくんですけども、そういったときに口の中のどっかに必ず針がかかってくれるように設計してあります。なので吐き出される前にしっかりとフッキングができる、そういったホバストフックです。まあ、ホバストの場合ですね、あまりロールしすぎるとやっぱホバストこうできるだけ静かに持ってきたいので、あまりアピールが強すぎると良くないんで、まあ、縦合いにしてあるんで、こう横合いだとね、結構ロールが強くなってしまうんですよね。それも縦合いにしてあるんで、こう抜くような、こう配置に引っ張ってくるような感じのアクションが出しやすいかなと思います。これがカバー猫用の CN フックです。 CN はカバー猫の略ですね。カバーで猫リグやるときに、どうしても猫リグってこう支点を作ってワームをこうワッキーにへの字にしていくんですけども、その時に、まあ、ここが支点になって、でここでワームをキープして針がこうちゃんと上に向くように、これがねオフセットフックとかでやるとやっぱずれてきてしまったりするので、専用の形を考えて作りました。ネコリグは結構ラインがよれてしまうので、スイベルがついてあります。これによってこうカバーに入れた時にチェックしている時にこうワームが回ってしまっても、回収中ワームがくるくる回ってしまってもラインがよれにくいっていうことが実現できています。ライトリグ用オフセット LO フックです。この針を作りたくて、僕はこのスーペリオシリーズの針を、まあ、作ることになったんですけども、一番作りたかった針がこれなんですよ。でどういう特徴があるかと言いますと、まあ、一つは線形がちょっと細めでスピニングでもしっかりかけれるようになっている、まあ、もちろんあのスペリオフックシリーズ全部こう F コートが乗っかっているので、まあ、刺さりはすごくいいんですけども、まあ、線形をちょっと細くしてよりまあライトなタックルでもかけられるように作りました。で形状よりも一番そのアイデアを盛り込んだのは愛の部分で、愛に細い溝が掘ってあります。これによってですね、ノットの部分が針のこの線に対してまっすぐ来るように結べるんですよね。それにより当然フッキング効率も上がりますし、リグを操作するときにリグが横向いてしまって回ってしまったり、変なアクションになってしまったり、そういったことも防げます。まあ、この溝を掘ってフックを固定するっていうのがもうずっと自分が温めてきたアイデアで、これが実現できた針ですね。まあ、レッグワームのダウンショットをまあ代表としてライトリグ全般に使えるように、まあ、ラインナップは6番すごいちっちゃいところから用意してあります。まあ、スモールマウスにも対応もちろんしてますし、まあ、ベイトフィネスももちろん使っていけるかなと思います。スタンダードなマス針なんですが、これが M2 フックです。スタンダードなんですが他にない特徴がありまして、一つはこの剣がついていること、ここに剣がついています。これによって縫い刺しみたいに刺したときにワームがずれにくくなっています。でもう一つの特徴はここの I からのこのストレートの部分ですね。このストレートの部分があることによって、その縫い刺しをしっかりしてワームに刺したときにしっかりとこうまっすぐさせて、なおかつフックポイントがちゃんとこう出せる、そういう特徴があります。まあ、形状全体的には負荷がかかっても折れにくい形状と刺さりやすい形状っていうのを考えてますんで、普通のマス針って言っちゃったけど普通ではないですね。かなり考えられているマス針です。まあ、普通にネコリグとか、脇掛けダウンショットとかそういったのに使っています。あと表層の虫であったりとか、まあ、ライクの脳進化とかそういったことにも使ってますね。これ結構ちっちゃい針なんですが、これの8番とかで、7色ラムとかで、まあ、7キロとか出した実績もあるので、まあ、結構50アップも60ちょっとまで上げてますね。
それぐらいまで上げても全然曲がったり折れたりってことが今までない、すごくちっちゃくて細いけどすごいタフな針です。これがですね、スモールマウス専用に開発した M1 フックです。まあ、M1、M2、これマス針のマスの M なんですけども、M1 フックがスモール用です。特徴はですね、これはね、もう本当使ってもらえれば分かると思います。かかりもそうですし、かかったら、こんなちっちゃい針なんですけど、これ手で外せません。もうペンチじゃなきゃ外せない。2回刺さる。こう刺さった後にもう1回刺さるっていうことが、こう使っていると必ず何回か起こります。その状態をスーペリオロックって呼んでるんですけど もう完全にロックして魚が取れなくなる状態、そんなことが起こります。まあ、特徴はもう上げたらキリがないですね。このゲームの形とかトップの形とか、あとこの、まあ、全体的になんですけど、これ F コード入れることによってやっぱ返しの位置と大きさ、これを大幅に変えてもらったんですよね。まあ、従来の針の位置とちょっとずれてる。でもまあね、F コードが乗りますんで当然刺さりが良くなる。と同時に抜けも良くなってしまうんで、返しの位置と大きさはやっぱ変えていかなきゃならないってこともあって、それも書いてあります。それからこの愛の角度とかもすごく計算されて作ってる針で、本当スモールマウスやっていただければ、この針どうやって外すんですかって言いたくなるぐらいしっかりとロックしたら取れなくなるんで、ぜひそれを体感してもらいたいなと思います。もちろんラージマウスバスにも使えます。線形がすごく細いので、これで2キロフィッシュを釣るんだって言われると、ちょっと待ってください、 M1、M2 使ってくださいって言うんですけども、まあ、全然それがやってる時にかかっちゃっても上げれると思います。出てんじゃん出てんじゃん出てんじゃん、押せよ、こっちに出ろよ。あー全然離れちゃった。何かが何かを食ってましたけどね。いやちょっとやっぱこの中に入っちゃったらもう出てこないですね。今追ってその後入っていく感じだったんでね。いる分にはいるな。でかかったですよね今のバスだったら。結構でかかった。始末かもしれないですけどね。チャー、ニュースワイル丸飲み、イエーイ。チリ口にかかってます。キロオーバー、ありがとう、またな。よし。最高です。これ6の UL っていうさ、ちょっとこういうカバーやるんでは柔らかいかなって思う方もいると思うんですが、まあカエルをネチネチと動かすためにはやっぱりちょっと柔らかい竿で、でご覧の通りやっぱりちょっと太めのこうリーダーと P ラインのこれ1号なんですけども、これ巻いとけばまあドラグ結構締めて、こういう草の周りでもしっかりと魚寄せてこれるので、それぐらいパワーがあるのとなんで、まあ、これを選択して使ってます。スーペリオフックはですね、まあ、自分が作りたいと思ってる針がもうずっとあったんですよね。もう何十年も前からその針っていうのを温めてきて、で、まあ、針ってね糸と一緒でこう絶対的なものなんですよね。竿とかはやっぱりその好みもあるし、曲がり腕力もあるし、力のかけ方によって同じ曲がりでも使う人によってちょっとその感じが違ったりとかする。ルアーは使い手によって泳ぎ方も全然変わってくるじゃないですか。でも針だけはこれ絶対的なもので、刺さる刺さないっていうのも一目瞭然なんですよね。誰が使っても刺さる針は刺さる、で刺さらない針は刺さらない。まあ、先っちょが丸かったらと思って考えてください。とんがってなかったら絶対刺さらないですよね。それでとんがってれば刺さる、で形状が良ければもっと刺さる、そういう絶対的なものなんですよね。なので、まあ、すごくその簡単には作れないと思っていたので、一つ一つちょっと温めて、ずっと昔からこういう針があったらいいな、こういう針をもっとこうしたいなっていうのを温めてきて、それがまあやっと形にできたっていう、シリーズですね。そういうアイテムです。まあ、特にその LO のラインがこうずれないシステムとか、M2 の剣とか M1 の形状とか、あと CN の形状とか、
まあ、そういったところはもうずっとやってて、まあ、既存のものを使ってきてちょっと歯がゆくいなと、こういうのがあったらもっとあの魚取れたのに、こういうところでもっとミスしなかったのにっていうのをもうずっと思ってきて、まあ、形にできたっていう、そういうかなり深い思い入れがあります。でまだラインナップもねすごい出てるんですけど、まだまだ、これから増えていくと思います。まだまだ僕の頭の中にアイデアもありますし、新しい釣りも出てきて、それに合わせてじゃあこういう釣りだったらこういう針がもっといいんじゃないかなっていうのがあったら、どんどんこのスーペリオフックの中で提案してやっていきたいと思っていますので、まあ、これからも楽しみにお待ちください。今日はですね、シャローを攻めるのにこの暴走ガエルっていうワームを使いました。このワームには使ってるフックは CO のこれ2番です。ただこのワームの推奨フックは CO の4番です。だ4番、3番、2番、この辺をフッキングとか使い方に合わせて選んでいただければと思います。まあ、セットの仕方なんですが、まあちょっと浅くかけて、深くかけてしまうとこの2番だとちょっと大きいので、浅くかけてお尻のところギリギリに来るように針をセットしてあります。これによって後ろからちょこっと食ってきたショートバイトもしっかりフッキングできるように考えました。これ4番使ってしまうとやっぱりドボンと来てくれないとフッキングに持っていけないので、2番を使ったっていう感じです。でここにね、あのゴムをつけて滑りを止めてるんですが、これはですね、こっちにワームがずれてしまうとやっぱフッキング効率が悪くなってしまうので、これを止めるようにはしています。これもワームによりますね。これあのエラストマーの素材なんで、しっかり止めておかないとこうずれてきてしまうっていうのもあるので止めてあります。で1回針を出してからこうちょっとだけ隠すような感じで使っています。まあ、CO ってカバーオフセットなので、本来はベイトタックルでしっかりがっつり合わせてほしいんですね。で線形も太く作ってるんで、フッキングにちょっとパワーを使うんだけど、その代わり針が曲がったりしないっていうところの針なんですが、今回はスピニングで使いました。まあ、このコンクルージョンの 60UL っていうロットなんですけども、これだとまあしっかりドラグを締めていただくと、このバットパワーでしっかりとフッキングができます。で針自体やっぱりそのカバー用に作ってるんですが、まあ、しっかりとこの F コードが乗っていて、すごくかかりも計算されて作ってるので、しっかりと合わせればスピニングでも乗ります。なので、まあ、この暴走ガエルやるときはスピニングでやられる方が多いと思うんですが、塩の2番で全然フッキングはできると思いますので、安心して使っていただきたいと思います。まあ、ちなみにこれラインもお話しておきますと、これ10ポンドのフルロカーボンで、リーダー道とは1号の PE を使っています。でドラグは必ずちょっと締めておいてくださいね。やっぱりあの足際とかカバー周りでドラグで出してやり取りをしている場合ではないと思うんで、まあ、これを使っててやばいな、これ切れるなと思ったら緩めてもらったらいいと思うんで、ちょっと強めでいった方がフッキングも良くなるし、あの取れる魚も多くなるかなと思います。まあ、今回の北浦ではこのカエル、これ大活躍でした。カエルがワンサカいる5月の終わりぐらいとかだと、もっともっとカエルにもう落ちた瞬間ドボンって出てくるのもいるんで、またこれから秋になってくるとね、すごい真夏になってくると暑くて水際にカエルが集まってくるんです。またそしたらちょっと雨降った時とかに結構鳴き声が聞こえてきたりすると、ふとこのルアーを思い出して投げてもらいたいなと思います。霞のカエルっていうこれよりもう一個大きいやつもエンジンから出てるんですが、まあ、スピニングでやるんだったらこっちの方がいいかなと思ってます。まあ、その辺は反応を見ながら、もうボンボン出るようだったらベイトでガンガン行ってほしいんで、霞のカエルを投げてもらって、ちょっと悔いが浅いなと思ったらスピニングでこの暴走ガエルに変えてもらってっていう感じで使い分けてもらえると、なお楽しい釣りができるんじゃないかなと思います。今回の実況ではですね、VG フックを4インチ山線香、これの脳進化ワッキーに使いました。これフックは2番ですね。これを使ってワッキーに山線香をかけて落としていって、ちょっと持ち上げてやってまた落としてやる、バイトはその持ち上げてもう1回落とす、この2回目のフォールの時でほぼ取れましたね。まあ多分こう誘ってる時にワッキーなんで、こうワームが暴れて呼んでくれる。でもその時にですね、岩とかに結構ルアー当たるんですよ。岩の隙間に落としてるんで、あるいは杭とかに、そういった時に杭から出てるちょっとしたロープとか、杭のこうほつれたところとか、岩から生えてる苔とか、岩のちょっとしたザラザラしたところに、これガードがないと必ず引っかかってしまいます。まあ、そこにルアーが当たってるな、でもガードでかわしたなっていうのを感じながら今日はやっていました。この微妙にこうタッチして、あ、当たってるけど、はい、かわした、落とし直すとキュッと持っていく、まあ、そんな感じだったんで、このガードがあったおかげで取れたかなと思っています。まあ、このガードですね、これ作るときにまあものすごく悩みまして、実はまあ、ガードマス針っていうのはもちろんスピニングでも使いますね。でもベイトフィネスでも使う。でスピニングだと簡単にフッキングができるっていうぐらいのガードにしてしまうと、ベイトフィネスだとほぼ 100% 寝かかってしまうんですよ。そういうちょっとした木とか杭にかかった時に。なのでベイトフィネスでそれを回避できるぐらいの硬さにしました。そうするとスピニングではちょっと硬いなと感じるんですが、ガードマス針なんでやっぱりガードしてくれなければやっぱり意味がないと思うんですよね。これがガードが弱くて結構丁寧にやらないと引っかかっちゃうよっていうガードだと、丁寧にやっても引っかかっちゃった時に魚を逃してしまう。
でもガードがあるとしっかりと回避してくれて、バイトはバイトでしっかりと合わせればフッキングするので、まあ、そこをしっかりと考えられるようにガード側に寄せたっていう感じです。引っかかっちゃってポイントを潰したり取れなくなったりする魚が出るんだったら、しっかりと合わせて取りに行けばいい、その方が釣れる魚が増えるっていう風に考えて、このガード寄りにちょっと持っていきました。ガードなのでしっかりと、フッキングさせてくださいと同時に、結構際どいところも通せますんで、それがこのガードの強みです。まあ、LO フックにですね、レッグワームをセットするとこんな感じになります。まあ、このバランスが最高ですね。フックとワームのバランスっていうのはこれが最高だと思って覚えておいてください。これは、LO の3番をセットしてあります。まあ、レッグワームに使うフックはほぼ LO の3番、まあ、これでフッキングが落ちるってことはないんで、通常ですねフックを使っていて、ちょっとフッキングをもっと上げたいなと、ちょっと抜けが多いなっていう時にフックサイズって上げていくんですね。上げていくと同時にワームのアクションっていうのは良くなくなっていくので、その上げていくことがすごいリスクもあるんですけども、まあ、これがベストだと思って使っていただいたり見ていただければいいかなと思います。まあ、針とワームを同時に作ってればいいんですけど、やっぱワームを作ってるメーカーが針を作ってるとは一概に言えないじゃないですか。なのでこうワームありきで針が合わないとか、針ありきでワームが合わないとか、いろいろあると思うんですが、だいたいこれぐらいかなってことで自分の場合は合わせていきます。でもやっぱりどうしてもこのベストマッチが欲しいっていうのがあると、例えば CO フックではモコリークローっていう自分がよく使うワームに対して、まあ、1番ではちょっと大きすぎるし、2番では小さすぎるなっていうのがあって、もう無理言ってその間の 1.5 番っていうのを作ったんですね。でこれ実際発売してるんですけども、まあ、そういってこうワームありきで針が決まっていく時っていうのは、まあ、ものすごくこうぴったり来ない時もあるんで、まあ、できるだけ細かいところを埋めれるようにこの滑りフックではラインナップを増やしていってるんですが、まあ、そのちょっと合わないなと思ったらアクションを取るんだったらちっちゃめで OK、 フッキングを取るんだったらちょっと大きめで OK っていうふうに考えておいてもらえれば、それで自分がどっちに振ってるのかなっていうのが分かれば、より効率よくフックを選べるんじゃないかなと思います。でお疲れ様でした。激荒れの北浦まあまあ荒れてました。まあ、結構風が強くて、まあ、風の当たってるところはさすがに釣りができないんで、風裏をメインに回っていって、まあ、かなり制限されたエリアだったんですけども、多くの魚に触ることができてとっても楽しかったです。まあ、その中でやっぱカエルに出てきた塩フックでフッキングさせた2本ですね、まあ、すごいいい出方してきて、しっかりフッキングできて、でしっかりランニングもできたんで、まあ、なかなかスリルな釣りで楽しかったです。まあ、それからですね、山線香で釣っていった VG フックでかけた魚たち、まあ、あんなところに魚いるんだなっていうのを、まあ、釣りしながらちょっと浅いところで出にくい、なんかねちょっと出てたなと思ったら急に日がさしたら出なくなったんで、こんなところにいたらいいなと思って投げてたら、来たんですけども、あ、いやとっさに見つけたパターンでなかなかこうフッキングに至らなかったりするんですけども、それをしっかりと V 字フックでフッキングできたので、まあ、すごい良かったなと思います。まあ、北浦、霞ヶ浦、この水系、まあ、結構丁寧に釣っていったら釣れる魚まだいっぱいいます。適材適所にルアーをはめ込んでいく、ただどうしてもその引っかかるところとかブッシュとかが多いんで、まあ、フックのチョイスですね、まあ、もっと入り組んだところ入れるんだったら CN フックとかもありますんで、そういったフックのチョイスをしっかりして魚を狙っていってほしいなと思います。まあ、結構荒れてたんで体疲れ切りましたお疲れ様でした。でもいい魚に巡り合えて本当に楽しかったです。ありがとうございました。